麹、麹、麹とは、米、麦、大豆などの穀物に麹カビなどの食品発酵に有効なカビを中心にした微生物を繁殖させたものである。麹カビは増殖するために、菌糸の先端から、でんぷんや、タンパク質などを分解する、様々な酵素を生産、放出し、培地である蒸しや、蒸し麦のでんぷんや、タンパク質を分解し、 生成するグルコースやアミノ酸を栄養源として増殖する。麹事カビの産生した各種分解酵素の作用を利用して日本酒、味噌、食酢、漬物、醤油、焼酎、泡盛りなど発酵食品を製造するときに用いる。ヒマラヤ地域と東南アジアを含めた東、アジア圏特有の発酵技術である。麹の名はカモス、カモスの名刺形。 カモシの天下。漢字の、麹は、中国から伝わった字だが、麹は、江戸期には確認できる、和製漢字で特に米麹を指す。ペット培養した麹金法子である工麹を蒸した原料に散布して、製造する方法と、以前に製造した麹の中から、良質な麹を抜き取った上で保存しておき、新たに麹を製造する際に、蒸し米に加えて用いる方法ある。 後者の方法を、とも事、う工ともともと呼ぶ。現在の日本では、もっぱら前者の方法が採用されており、工事を新たに製造する際には種工事を専門に、製造する業者が供給する手工事を利用する場が多い。野外にはカビ毒を発生させる野生種のカビ菌があるため、その被害を避けるために、専門の業者が供給する手工事を利用することが望ましい。 鉄分は麹カビの生育に悪影響を与えるので鉄分の少ない水を使用する。酒造に適さない軟水の方が醤油の醸造には適する。味や栄養など機能性に優れた発酵食品を製造するため、各企業や自治体などの公的研究機関は、有料な麹菌を保存したり、新たに選抜したりしている。 麹の作り方の詳細は、日本史麹づくりを参照のこと。麹は、企業が発酵食品生産に使うほか、家庭向けに甘酒などの製造用の麹や調味料の塩麹が販売されている。餅麹は、生、または加熱した穀物を粉砕し、水で練って固めた後、カビを繁殖させて作る。中国、韓国など、日本以外の東アジアの酒は、 持ち工事を利用して作られているものが多い。主な菌は、工事カビアスペルギルスオーザー、サッカロミコプシス属、サクロミカプシスフィビューリジャーなど、乳酸菌の4連9菌、プダヤコカスペントサーチアス、ケカビメ、クモノスカビ、ケカビなどで複数の菌類により、細菌像が形成されている。なお、1990年代以降の研究により、 コウジカビやサッカロミコプシス属の市場公募が投下の主要菌で、以前の定説では、クモノスカビ、リゾープス属やケカビ、ミュウコウ属が投下を行うとされていたが、ケカビの投下能力は弱い。クモノスカビは、コウジカビと比較するとリンゴ酸、コハク酸、フマール酸などの生産能が高く汚染菌の増殖を抑制する効果がある。また、非加熱のデンプンを投下する能力に優れている。 加熱、主に孵化した麦などの穀物にカビを繁殖させて作る。日本酒や焼酎、味噌、醤油などを作るために用いられる。カビの種類は、麹カビが主体であるが、用途によって種類が異なる。日本酒、味噌、醤油は主に気麹菌が主体であり、本格上虫は白麹菌と黒麹菌、泡盛は黒麹菌が中国の復権くれない酒は、 くれない麹菌が主体である。麹は日本の食文化に大きな影響を与えてきた。2006年には日本醸造協会によって日本麹カビ、アスペルギルスオーザー、醤油麹カビ、アスペルギルスソジャエ、黒麹菌、アスペルギルスルッチアンシス、白麹菌、アスペルギルスルッチアンシスムとカワチーが国菌に指定されている。 蒸した米に麹菌を繁殖させたものの、製酒種に用いる米麹は、1989年、平成元年11月22日に、国税庁国字第8号、生種の製法品質表示基準を定める県において、米麹とは、白米に麹菌を繁殖させたもので、白米のデンプンを透過させることができるものを言い、特定名称の生種は、麹米の使用割合。 白米の重量に対する、麹米の重量の割合余裕。以下同じが15、15%以上のものに限るものとすると定められている。豆に麹菌を増殖させたもので、タンパク質が多いため旨味の多い味噌が出来上がる。大豆を使用したものは八丁味噌を代表とする豆味噌に用いられることが多い。麦に麹菌を増殖させたものであるが、 そのままの状態では麹菌が増殖しないため、精白処理と虫を施す。日本では麦醸中、味噌、醤油の原料として用いられることが多い。米麹と比較し酵素活性が異なるため、麦麹に特化した醸造技術が必要である。古くから利用されており、味噌、醤油、日本酒、酢、みりんなどを醸す代表的な菌種。 各醸造に適した分類では、アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼの3酵素力のバランスにより決められる。色素による分類では、純白気候時菌、青鋼児菌なども存在する。そもそも気候時菌と呼ばれる菌種は多数存在する。川内玄一郎が沖縄は森黒鋼児菌からアルビノの突然変異体として単理した菌種。 九州地方の焼酎文化に貢献し、昨今の全国的、世界的な焼酎ブームは、この白麹菌によって広まった。黒麹、アスペルギルスルッチアンシスは、オクラトキシン A 酸性能をもとない種で、一般に、泡盛麹カビで広く知られている。古くから沖縄で、泡盛の醸造に用いられてきた麹カビである。クエン酸発酵が盛んで、 もろみを pH3 程度の比較的強い酸性に保つことができる。したがって発酵途中での雑菌の繁殖を防ぐ効果があり、比較的気温の高い地方でのアルコール醸造に適している。黒麹は気麹よりグルコアミラーゼを多量に含有しているため、加熱していない静電粉を投下することができる。黒麹が九州地方の焼酎生産に広まったのは、 1910年頃、川内玄一郎が、泡盛の黒麹をもとに、河内黒麹菌、学名 A20L ルル泡盛を培養し、鹿児島の焼酎業者を技術指導したことによる。それまで、木麹を用いて生産していた、鹿児島の焼酎は、黒麹を用いることでぶどまりを劇的に向上させた。ただ黒麹には、1、温度管理が難しいこと、2、その講師が持つ、 黒色色素が作業場を汚すことという難点もある。51924年に河内は黒工事の様々な問題を解決した白工事を発見する。発見当時は黒工事による醸造がすでに定着していたためべき的な置き換わりは起きなかったが、1970年から1980年頃にはほとんどの小中生産現場で白工事が用いられるようになっていた。 その後、川内玄一郎商店二代目社長が、白麹菌から、さらなる突然変異株を発見して、新種の黒麹菌培養に成功する。昨今の焼酎ブームと、相なり、黒麹焼酎が増えている。前日の通り、麹とは米や麦、豆等に、麹カビと呼ばれる一群の市場菌を生育させた、ものであり、麹カビが、体外に分泌した酵素により、 デンプン、タンパク質、脂肪などを非常に高い効率で低分子化することができる。アミラーゼとはデンプンを下水分解する酵素の総称である。デンプンは、ブドウ糖が α-1、4結合や α-1、6結合で多数重合した多糖類であるが、人は多糖類に対して甘みを感じることができない。また酵母は、 多糖類をアルコールに変換することができないが、澱粉の加水分解によって生じるブドウ糖や、麦芽糖をアルコールに変換することができる。麦芽糖は二分子のブドウ糖が α-1、4結合した二糖類である。麹カビは α ア,アミラーゼ、α グルコシダーゼ、グルコアミラーゼなど数種類のアミラーゼを菌体外に大量に分泌し、 米や麦などに含まれるデンプンをブドウ糖や麦芽糖など低分子の糖に分かることができる。プロテアーゼとはタンパク質を加水分解する酵素の総称である。タンパク質はアミノ酸がアミド結合で多数重合したポリペプチドである。デンプンの場合と同様、人は通常ポリペプチドに対して旨味を感じることができない。 ポリペプチドの加水分解によって生じるアミノ酸や短いペプチドに対して旨みを感じる。リパーゼ、リパーゼは脂質を構成するエステル結合を加水分解する酵素群である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。